はい、皆さんこんばんは。じー飯の時間です。本日のメインディッシュ、カレーライスでございます。横にはちゃんと福神漬けもつけております。はい、そして野菜サラダでございます。はい、今日は食後のデザートとしまして、みかんがあります。はい、今日はこれでいただきたいと思います。いただきます。実食。ではカレーライスからいただきます。うん、熱い熱い熱い、やけどしそうと熱い。うん、いつものカレーの味でございます。熱い、うん、サビサビ食べてますね。野菜サラダではなく、シーチキンサラダ、シーチキンサラダでございます。はい、うん、パク。猫がまつわりついてます。うまいですな。この猫ね、この前紹介しましたよね、この猫。野良猫だって、死にそうな猫、お家で飼ってるわけじゃないけどね、まあ、たまにうちに来ますのでね、可愛がっております。はい、そういうわけでね、もう別にこれといって珍しいものはありませんので、なんですか、もうまつわりついてから猫が、飼ってる猫が、うちで飼ってる猫はあんまりこうまつわりつかないんです。こういう野良猫の方がまつわりつきます。なぜでしょうか。不思議ですなぁ。でね、この前も誰かさんが言ったようにね、ゆっくり噛んで食べてくださいと、いうことがあったんですね。これは
ゆっくり噛むとね、無言の時がこう増えるわけですな。これ動画撮ってますからね、無言で食べるわけいかんもんで。で、私あんまり噛まずに今まで食べて、なんでかと喋らないかんもんでね。かまんよ。はい、そういうわけでね、そういうわけで言ってますけども、あとゆっくり噛んでね、食べたいと思いますので。これでお別れでございます。またお会いしましょう。ボーイ。ボーイ。